おはようございます。2020年11月9日朝6時30分の波状況です。昨日からサイズダウンはしてるんですけど、風の方は思ったほどね強く吹いてないです。ただまあタラタラのこんな波なんで、まあロングぐらいしか乗れんかなっていうね、まあそういう波ですね。で他のポイントもちょっと潮がね多分下げすぎてて、シャバシャバというかもうなんか通常のミドルのところが、インサイドみたいな感じのシャバシャバなショアブレイクチックな波になってます。まあ今日はね良くないっすね。で多分風がこれで強く吹いちゃうと思うんで、どうでしょうね、うん、まあ強くなる予報にはなってます。朝方は比較的弱めで今2メーターとかのね予報になってますけど、ここから10時過ぎると7メーターとかね、まあ、それぐらいになる予報になってます。で今朝も相変わらず釣りの人は多いんですけど、まあ、週末に比べたらどうでしょう、20メーター間隔ぐらいに広がってるんで、まあまあ少ないかなっていう感じです。ただまあ釣れてる感ないですね相変わらず。
こも立っちゃってるんで、ね、もう水深が腰ぐらいなんですよね。なんで激ヤサですね、ここもね。まあ、これぐらい激ヤサでないと波が割れんってことです。今日はというわけでね、朝の波状況の方ね、終わろうかなと思います。まあ今日は、ショートはできんと思います。というわけで、いつもねご覧いただいてありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではね、また明日はお休みかなです。バイバイ。セット入った。いつもねこうやめようとするとねセット入るんですよね。こっちの方が乗れそうかな。